はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで STS さんからご依頼です。クロニクルを一つですね。はい、よろしくお願いします。はい、入金確認ね、できました。ありがとうございます。ちょっと山本さんまだ来てないんですけど、間に合うかなというところです。今日はちょっとトップクロマッスルやっちゃったんでヘロヘロですよ。もうはい、じゃあ全部ね切りますね。で、プレミア、リーガ、セリアの順番でね、いけます。はい、できます。まずはプレミアですね。お、いきなりクラックですね。結構、まあね、正直、まあ、ポンポンは出ないですけど、まあ、ポンポン出やすいような、どっちやねんっていうぐらい出ますね。はい、誰でしょうかね。ゴールキーパー。ニック・ポープですね。はい。まあでも全然いいですね。スペクトラの。うん、で、その下が薄くてひっくり返ってる。誰だ？あ。ベッカム。ハムだよ。ロドリゲハム。いないよね。せーの。おー、ベッカム !21-49。おー、おめでとうございます。はい、クラックアイスの下にベッカムがいました。あ、チーム違うよね。あ、シルバーオートだ。おお。うん。はい。お客様はね、昨日連絡あった方はね、ナショトレでしたね。120何万あったっつって。ね。うん、店長が120って言ってたから。お客さんはちゃんとメールいただいて。ありがとうございます。21-49 です。はい。なんか、まあ、シリアルが結構ね、どの選手も多いので、まあ、引き当てやすいような、はい、気はしますけど、実際はまあ、そうかもしれないですけどね、グリーンウッドが。ヌルキー、あ、何これ？ガーラ！おー、ガーラ出た！あるんだ。あれ？ガーラって、アジア限定だけじゃなかったっけ？あれ？それ去年か。今年はホビーでも出るんだ。でも選手が分かんないですけど、ルーキーですね。はい。サンダー君。8シリ。どうなんですか？お若いのかな？まあ RC ですからね。ガーラ出た。あ、すごいですね。ベッカムの、あ、こっち先に入れてるよ。こっちのが驚きは大きいですよね。正直な話。あ、ガーラあるんだ。で、ベッカム。ね。いや、ベッカムの際はまあね、開けまくれば出ますからね。こっちはさすがに。もうワンパック目で満足ですよね。おめでとうございます。昨日のもね、バッジオとかね、あの辺はね、ちょいちょい出たんですけど、PB ではベッカム出てなかったので、よいしょ。はい、あるし。で、シルバーですね、ルキじゃないですけど、で、これはファブリックオブ、ね、ファブリックオブザゲー。バッカさんちょいちょい多めですね。500。ポゾさん。ルキ。99シリ。ん？ネグレドさん。国名書いといてくれるっていいですよね。マヌ・サンチェス。コーチーニョ。コーチーニョ。
なんか、うん、ベテランになったなって感じですね。でセリアです、最後です。あ、プリズムのアイスですよ。やっぱこれね、出やすいですよね。よいしょ、はい。でプリズムのアイス誰だ、インモービル、はい、店長も知ってる。で最後ひっくり返ってのはハンダノビッチさん、キーパーでしたっけ。5-23、アイスが2枚、うん、これがひっくり返した時にまあ10シリとかだとパッチみたいなイメージです。ルーキーキーパーですね、ペロッティさん、うん、ルーキーですね、こっちね。はい、終わりました。はい、じゃあ忘れちゃうんで先にポーカーやります。左が店長で右がお客様、3回押します。14の1ペア。はい、店長1、2、3。3カード引いてしまいました。はい。ってことで、まあ、ベッカムとね、ガーラ、一緒に出ちゃうんだっていうね。うん。すごいです。まあ、でもよかったです。ベッカム出てね。うん。はい。まあ、今日届くね、お客様も多いので。何枚か出るんじゃないかなと思ってます。はい、出やすいんだと思いますよ。ね、はい、ってことでね、またよろしくお願いします。シルバーがいいですね、だからね。ありがとうございました。